これは先日行われた高校の同窓会に出席した時の話。おーい、アルト。おお、久しぶり。元気だったか？目がないけど、元気だったか？元気元気、アルトも元気そうでよかったよ。そうか。友人との久々の再会も嬉しかったが、そうだ、かなでちゃんも来てるぞ。話してこいよ。いいよ。何恥ずかしがってんだよ。ほら、さっさと行くぞ。何よりかなでに会えることをずっと楽しみにしていた。かなでは高校時代、ずっと片思いをしていた女の子だ。同じ吹奏楽部で仲も良かったのだが、その時、かなでには恋人がいた。かなで、帰ろうぜ。二人が別れたという話を聞いた後も、俺は告白する勇気がなかった。そしてその後もなかなかかなでを忘れられることができず、今日まで来てしまった。ほら、今彼氏いるか聞いてみろよ。そんな、いきなり。なあ、かなで。俺たちまたやり直そうぜ。だから、無理だって。なんでだよ。俺先日転職してさ、年収なんと600万。どこへでも連れて行ってやるからさ。こいつは帰り、かなでの元彼だ。成績優秀、スポーツ万能だった帰りは、女子からの人気は高かったが、性格は自己中心的で、自分が一番じゃなければ気が済まないというやつだった。おい、かなで嫌がってるだろ。あ、アルト君。アルト、久しぶりだね。卒業以来だ。そうだね、かなで、なんだか大人っぽくなったね。そうかな。アルト君こそ背も伸びてかっこよくなったね。そうかな。二人の世界を見守るわ、だし、ラムよ。今日の出番はここだけ。おい、アルト、かなでは今俺と話してんだよ、邪魔すんな。でもかなで、嫌がってたように見えたけど。はぁ、なんだお前。俺知ってんだぞ。何をだよ。お前が昔かなでのこと好きだったってことだよ。俺とかなでが付き合ってる時も、お前ずっとかなでのこと好きだったんだよな。それは告白もできねえ育児なしが。かなでにはな、ソプラノ社に勤める俺みたいな超エリートがふさわしいんだよ。ちょっとやめてよ。なんだ、何があった？今ソプラノ社って言った？え、あの大企業の年収600万だって。すごい。ほら、かなで、そんなやつの心配しなくていいから、こっちに来いよ。だから嫌だって。いつまでも好きだと思わないで。え？ちょっとこれって。嘘でしょ。でもほら、写真も載ってる。ほんとだ。なんだ？ああ、そうか。あいつらソプラノ社のこと調べたな。日本トップの大企業だからな。驚くのも無理ないか。おいおい、お前ら、驚きすぎだって。俺は昔から優秀だったんだし、ソプラノ社で働いていたって不思議じゃないだろう。本当にすごいよ。だからすごいなんて当たり前。アルト君。なんでアルト。お前、自分の会社の社長知らねえの？はあ？ソプラノ社ってアルトの会社だぞ。パート2。そう、俺は帰りの勤める会社の社長をしていた。ソプラノ株式会社アルト代表取締役社長。ででーん。面接だってしたのに気づいてなかったのか？だって、髪型だって昔と違うし、緊張してて、覚えて。海外出張をしていたこともあり、先月入社したばかりの帰りとは、面接以来、会社で会うことはなかった。それより、年収60億って本当？ 60 億？いや、まあ。そんな、俺の1000倍だと？ほら、アルト、かなでちゃんに聞きたいことあるんだろ。かなで、
今付き合ってる人とかいるの？いないよ。帰りのしつこさにコリゴリって感じで、しばらく恋愛はいいかなって思ってたから。そうなんだ。でも本当？昔私のこと好きだったって。え、ああ、うん、本当だよ。そうだったんだ。実はね、私もアルト君のこと好きだったんだよ。え？ほら、部活で私が演奏ミスっちゃって落ち込んでた時、アルト君心配して様子を見に来てくれたでしょ。最後のコンクールだし、失敗を恐れずに楽しもう楽しもう楽しもうって声をかけてくれて、私はその言葉にすごく救われたの。あの時帰りとは別れていたけど、ずっとやり直そうってしつこくて、アルト君に迷惑かけちゃいそうだから気持ちを伝えられなかったんだ。これ、あの時貸してくれたハンカチ、ずっとタイミング失って返すの遅くなってごめんね。今日会えて本当によかった。ずっと持っていてくれたんだ。あのさ、かなで、俺今もずっとかなでのことが好きなんだ。俺と付き合ってくれませんか？はい。いいぞ、おめでとう。俺はやっとかなでに気持ちを伝えることができた。一方帰りはというと、俺の下で働くのはプライドが許せないのか、せっかく転職した会社をすぐに辞めてしまった。学生時代の優秀な帰りを知っていたから採用したのに、残念な結果になってしまった。噂によると、その後も転職先が見つからず、自分で会社を立ち上げようとしたらしいが、失敗。借金取りに追われる生活をしているんだとか。この何年か恋愛をせず、ひたすら仕事に打ち込んでいた俺に春が来たのも、背中を押してくれた友人のおかげだ。帰りには同情の念を禁じ得ないが、結果的に奏と付き合うことができたので、感謝している。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。いやー、いいお話でしたね。なかなかね、一途にずっと一人の人を思い続けることって難しいのでね。このままゴールインまで行っちゃってほしいですね。はい、ということで、この動画の感想などコメント欄によろしくお願いいたします。本日はゆうきがお送りいたしました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。